よし、では今日はですね、アンチョビとレモンのパスタを作ります。アンチョビはこれ100均で買ってきました。生のレモンとニンニクとパセリね、イタリアンパセリから。パスタは今日は 1.75ml の7分から9分茹で、これテフロン加工のつるっとしたパスタです。あと今日特別ゲストがレモンオリーブオイルね、レモンとオリーブオイルを一緒に絞って、抽出したオリーブオイルです。ではいきたいと思います。今日はなるべくノーカットで。まず今日はね、ニンニクなんですけど、ニンニクはスライスしてカリッと揚げたいと思いますね。おぉ、きつい。アンチョビは一缶で、実は60で入ってますね。で、こいつを細かく、で、実はこれ今日は炒めないで使おうと思ってます。まあ理由は後でね、説明します。冷たいフライパンにニンニクと、まあちょっとこれパセリの茎をね、今日入れてみました。後で取りますけどね。で、ここにこの状態でオリーブオイルを結構たっぷりめに、そう、大さじ1人2杯以上は使うと思うんですよね。で、これで弱火でニンニクを揚げるんだけど、最初はこれ強火で OK なんですよ。結構ちょっと寄せて、こんな感じでこう浸かるようにするといいかも。で、しばらくするとこれがふつふつっと上がってくるので、そしたら弱火にします。まあちょっとするとね、こうやってふつふつしてくるんで、今日はニンニク多いな。まあニンニク好きならたまんないですよね。じゃあちょっと弱火にします。この状態でしばらく放置。でも、もうあっという間に焦げちゃうんで、気をつけてみてないとダメなんですよ。
ニンニクのじゃないや、パセリの茎はもういらないので、捨てますね。だいぶいい感じにこうきつね色っぽくこうなってくるんで、ここまでどうだろう、2分ぐらいかかってるかね。で、あとはまあ余熱でカリッとさせる感じなんですよ。ここまで来たらもうこれで火止めて、でぬれ布巾を用意して、じわっとですね、これを冷ますと、もう冷める過程でカリッとなっていきますと、パスタを入れていきます。7分から9分でってことは、多分7分ぐらいでちょうどいいアルデンテなんで、今日は6分、あ、違うわ、今日は作り方が冷製パスタなんで、少し長めだから、まあ7分から7分半ぐらいでいってみたいと思います。今ここに 2.5 リッターぐらいのお湯が沸いてます。で、だいたい 1% から 1.5% のお塩と言われているので、 2.5 リッターってことはだいたい25から30グラム、結構多いよね。だからこのぐらいな感じですね。まあ、正確に測ってもいいんですけど、僕はもういつも目分量です。さっきは7分って言われたら7分で茹でましょう。ここ焦げやすいので気をつけて、なるべく早くこの中に投入してあげる感じ。ちょっと大きめの鍋で茹でる方がやっぱり茹でやすいですよね。平たい大きなフライパンで茹でる人もいるけど、まあ、それはそれでいいんじゃないですかね。はい、じゃあこれはしばらく放置です。今日は冷製パスタなので、もうフライパンに火をつけることはありません。で、どうするかというと、さっきこの冷やしたこのフライパンの中にまず、カットしたイタリアンパセリを大体半分から3分の2ぐらい入れます。それからカットしたアンチョビ全部入れちゃいます。レモンオイルが、まあ、登場するわけですよね。で、こいつをちょっと多めに入れます。まあ、目分量大さじ1、2杯ですね。かなりオイリーなパスタにはなります。でもパスタの中に、麺の中に吸収していっちゃうので、それからレモンの、これ輪切りをね、今日は広島産のレモンなので皮も使えると思います。これをぎゅーっと絞っちゃう。しまった、さっきニンニクを一回引き上げておくの忘れました。このままだとちょっとベラッとなっちゃうかも。一回引き上げて油分を取った方がカリッとするみたいですね。どっかのシェフが言ってました。はい、ではここで、あんまりレモンの汁入れちゃうとちょっと辛い、酸っぱさがちょっと先に立っちゃうので、その辺は調節した方がいいですね。で、これを味見しておきます。うん、うん、いい感じですね。まあ、アルミのフライパンはね、すぐ熱くなるので、取っ手がものすごい熱いです。
だから、濡れ布巾とかで冷やしてあげるといいですね。よし。じゃあここで一度ね、レモンの皮をすりおろしておきます。このレモンは果汁ももちろんいいんですけど、イタリアではよくこの皮を使いますね。なんでかっていうと皮の方が香りが強いんですよ。味にはあんまり影響ないんだけど、匂いが変わりますね。でこれまた仕上げの時もこうやってすりおろそうと思います。よし、上がりました。あとは混ぜるだけです。だから、まあ、冷製パスタとは言えないけど、なんだろう、生ぬるいパスタってですかね、まあ、これはこれでね、ちょっとおつなんですよ。本当はコラトゥーラという液体とを使って、生のニンニクとかで作るのがアマルフィ風なんだけど、今日はそうじゃなくて、ちょっとそのアレンジというかアリオオリオをちょっと意識した感じのパスタにしてみました、まあ、もしここで味が足んないなと思ったら、さっきのレモンオイルをもう一回かけてするとですね、塩味はだいぶもうアンチョビとかで効いちゃってるので、もう一回このレモンの皮をすりおろし、これで完成かな。うん、いい感じですね。で今日のワインはシャルドネ、フランス産です。どこの砂糖かは分かりませんけど、まあ最近はワインもね、チリ産とかも結構美味しいですよ。でもやっぱりフランスのシャルドネは違うかな。ちょっと最初にこうやってまずキャップを取って、でここにスクリューをこう当てると、でこのままこうねじっていく。でここまで来たら一気にスポッと、でさらにもう一段階ここでこう当てて、でさらにまたクッとやるとこう綺麗にこうスポンと抜けるんですね。でこの香りを嗅いで雑巾臭いなと思ったら、もうそのワインは返品してください。では今日はこの冷たいシャルドネを、ではいただきます。うん、うまいね。うんね、アンチョビとレモンとレモンオリーブですね、このコラボレーションです。ほら、うん、うまい。あんまりキンキンに冷やした冷製パスタ実はあんまり好きじゃないし、このぐらいの生ぬるい感じが好き。うん。